山陰海岸ジオパークのほぼ中央部に位置する竹野海岸には年間約30万人が訪れる関西で有名な竹野浜海水浴場があります。その周辺にある竹野港から竹野海岸のジオサイトを巡る遊覧船が平成23年7月16日から8月20日まで期間限定で就航しています。竹野港を出発した遊覧船は環境省の海中公園に指定されている大浦海岸や長い年月をかけて日本海の荒波に浸食されてきた淀野洞門、兵庫県の天然記念物に指定されている笠狩岩や、沖から見るとちょうど猫が丸まったように見えることから名がついた猫崎半島など、普段見ることのできない海岸線からのジオサイトを回り、観光客を楽しませていました。猫崎半島では、海食棚と呼ばれる波の浸食でできた平坦な岩場やポットホール、かつてここが湖だったことを示す樹木の化石や象の足跡の化石を歩いてみることができます。山前館前では、8月21日まで商工会青年部による光のモニュメント、海鳴り絵や、観光協会主催の真夏のファンタジーで竹の浜の夜を明るく照らしています。